洋服にお着替えしてみます。こちらのシフォンワンピースです。それでは早速お着替えしてみます。こういう感じのワンピースです。柄はお花の柄がプリントされています。それでは今日のミヤノブラジャーとパンティをご紹介します。今日は水色のブラジャーです。はい、それではパンティもご紹介します。パンティは腰のところがフリフリしていて、正面は白いレースと刺繍の生地の2層になっています。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またミヤノファンクラブでは YouTube に投稿できない楽しい動画をたくさん投稿しておりますので、まずはニアのツイッターをチェックしてみてください。それではニアでした。バイバーイ。